うございます。私から終わります。前進のキャドルです。生乳の流出制度改革の議論が佳境を迎えてますが、我々取材してても、まあ、未だに何のための改革なのかわからないという声を耳にすることがあります。秋以降からの議論を踏まえた上で、この改革がもたらすメリット、デメリットについて、まあ、大臣はどのようにお考えになっているのかというふうについてはどうでしょうか。以前の専用改革については、昭和41年までの混沌の中で、弱小の酪農の皆さんが非常に価格について、雲に任せないような経営維持ができないような状態の交渉でございました。一元的な習慣によって、対乳業メーカーとの価格交渉に力を得て、それ以降生乳についての指定団体制度のもとに、いわば酪農家が安心して生乳業に携わることができました。それまでは300万トンでございましたのが、41年以降2000年近くには800万トンを超える状況にまで生産量が達しました。いわばその意味で私は指定団体制度が当時置かれた状況をうまく調整することができたいい制度であるということは評価をしております。しかし今日に至って酪農家の皆さんの数が減少しておりますし、生産量も減少しております。そのための何らか措置を加えていく必要がございます。特にこれからは市場が単なる国内市場のみではなく、むしろ国際的な市場とのいわば接触が多くなるというような段階に来ました。その意味において各スーパーでも多様な各国の乳製品や牛乳が多分生乳が競争になるだろうというのは、これは明らかでございます。そのために強い酪農、そういうものを形作るために何をどうしたらいいのかというところでございます。まずは酪農家の意見を聞いてみたところ、酪農家の皆さんは自分の育てた牛から出るそういう生乳が頼りも勝っているという自負心のもとに作られているわけでございますが、生乳が一元的な習慣によりまして、それが全部同じ一つの生乳として、まあ、いわば販売されられるということに対する一つの個性の発揮というようなことが今問題となっているわけでございまして、その意味において自己に新しいイノベーションを課して努力する人たちがなおその生乳あるいは酪農の世界で自己実現ができるということを促進するのも一つのものの考え方であろうというように思っておりますので、今の法案の行方、それから各党の皆さんの考え方、こういったものを調整しながら、今私ども生乳改革というものが日本の農業の強いものに達するその一つの方途となるように努力をしているところでございます。懸念されるデメリットという面では、普段言及があまりなかったようですけれども、何かありますか。まあ、需給調整についてうまくできるのかなというところでございますが、まあ、計画を出してもらって、そして全体としての需給調整はできるのではないかというように考えているところでございまして、まあ、一元集荷ということのメリット、さらにそのデメリット、そしてそれを緩和することのメリット、デメリット、当然、我々としては、聖地に導入しなきゃなというふうに思っています。普段牛乳をスーパーで発売などしている消費者への影響、メリット、デメリットというのは何かあるんでしょうか。まあ私の娘がアメリカで子供を育てておるんですが、明らかに生乳、飲用乳の種類はアメリカでも多様でございまして、日本のほぼ2、3倍の種類がございます。それを
聞きますにつれて消費者もさまざまなニーズがあって、子育て中の人たち、高齢者の人たち、それぞれ生乳に対して関心が深いわけでありまして、その人たちの個性や趣味あるいは好みに合ったそういった生乳が生産されるということは、私は消費者向けの考え方ではないかというふうに思っています。高需要期に価格が上がる、入手しづらくなるということはないでしょうか。それは当然考えられるところでございますので、そうした面も含めましての需給調整、これは確実にやっていかなきゃならない。各社どうぞ。テレビ朝日の柴田と申します。京都の米卸の中国産米の購入の問題で、昨日の京産側がですね、JA グループ京都に依頼した自主調査の要請というのを公開しているんですが、こちらについてどうお考えいただけるかということを教えてください。あとですね、先行して農水省の調査、検査、地理検査がされている中で、こうした自主調査を公開ということになっているんですけれども、農水省の調査、検査に支障はないのかという部分を教えてください。氷山が JA グループ京都と の、まあ、関係で氷山の依頼を JA グループが受けまして、自主調査に入ったということは承知をしております。この自主調査について受け止めについては、私どもコメントする立場にはございません。いずれにしましても、現在、農水省の立ち入り検査、行政調査を行っている真っ只中でございますので、まずは事実関係を徹底的に調査をして、それからさまざまな検討を加えたいというふうに思っているところでございます。まずは、この自主調査、そして、20日月曜日のテレビでの報道、さまざまな影響があるわけでございますが、事実関係の、いわば判明、そういったものに、徹底的に我々は関心を持って、農林省の立ち入り検査の推移を見守っているところでございます。特にその自主調査が農水省の立ち入り検査に影響を与えることはないという理解でしょうか。今のところは行政調査に影響するのではないと考えています。冒頭の質問に、日本の農業新聞の山田です。冒頭の質問に関連するんですけれども、やはり生乳改革の部分で、やはりその部分委託というのが焦点になっていると。で、その価格が高いときに引用に行って残ったものを指定団体に売るというようなやり方をされると一番需給調整を影響するんじゃないかという懸念が出てますけれども、その不安を払拭するために改めて大臣の考えを教えてください。加工原料乳の生産者補給金制度、現在農業競争力強化プログラムに基づいて関係者の意見を聞きながらスキームの設計を行っている段階でございます。増加が見込まれる乳製品需要に安定的に応えていく必要があるという一つの目標、そして生産現場から安定的な制度が望まれているということから、今回の制度見直しを契機に暫定措置法に基づく制度でなく応急措置としていきたいと思っております。部分委託の拡大による需給調整の低下、これを懸念する声もさまざまな分野から出していただいているわけでございますが、先週17日金曜日の自民党の農林合同、これで補給金制度の見直しに係る法律案の骨子および基本スキーム案を説明したところでございますけれども、引き続き党での議論も踏まえつつ、酪農業の協力強化に向け、さらなる検討を加えて、部分委託でも需給調整が可能というような確信にまで至るまで議論を深めていただきたいというふうに思っております。
部分委託の関係で政府の規制改革会議の農業ワーキンググループなんか結構その抜本的な改革を求めておりますけれども、それが今後の制度設計の影響というのは、それが影響がないように願っているところでございますし、今のところ予想ではさほどの量的なものは見込みがたいところでございますので、まあ、いわば大枠の制度仕組みは現在とほぼ変わらないというように承知しておりますけれども、まあ、この懸念というものを払拭するという何らか方法があるならば、それも模索をしていくということが必要な時期だろうというように思っております。日経の方と言います。日油の日経投資なんですけれども、まあ、なかなか前に進んでないような感じもありますし、まあ、向こうの政治情勢もですね、これから選挙に入っていきますが、今後の見通しとしてですね、果たしてこの日友交渉が進んでいくのか、そのあたりの大臣のお考えをお伺いします。岸田大臣が G20 ボンで外相会合に出席された、その際にマルストローム御朱印防衛担当とかなり重度の濃い議論を行ったというように思っております。会談では双方が強い意志を持って交渉を継続するということの合意、さらにモメンタムを維持していくという合意、この強い合意があったと聞いております。具体的に何らか特許の分野で、交渉に進展があったという話は聞いておりませんけれども、日友の両者の会談の様子から見て、この日友をめぐる交渉はやがて、成果が上がるという予兆は十分あるだというように思っております。テレビ朝日市からですけれども、今週金曜日、プレミアムフライデーということですが、農水省として何か取り組みとありましたら教えてください。今の閣議でも、経済産業大臣から各省庁でしっかりとした毎月一度のプレミアムフライデー、豊かな生活、幸せな時間、こういったものを得るような仕事現場を作るよう指示がございました。その意味によって私ども月末の金曜日に仕事を早めに終えるということを率先垂範して、ご臨床でそれを明らかにしたいというように思っておりますので、年次休暇等の取得により早期退庁することまで含めまして、職員の周知徹底、さらにお互いの応援体制、こうした整備に努めてまいりたいというふうに思っています。